準備がいろいろありますのでお待ちください。順番教えて。フェルを桜井さん。桜井、どうぞどうぞ。プンチン、草くん、どっち？チェンリー。これ僕記録しながら全部やるのか、これ大変だな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。記録が超大変なんだこれ。よーし、ちょっと誰か記録頼めないかな。8月19日、日曜日19時。あ、うん、あのね、ここね、これをちょっと書いてもらいたいんだ、配信用の。で、これで試合が終わったら勝った負けたつけて、次の人、まあ、ステローが勝ったら、こっちに次の人、分身を書いて、スワムのプラマイドに。そうだね、うん。よし、お待たせいたしました。じゃあやりましょうか。お、もう13人見てますよ。はい、どうぞ。それでは始めていきましょう。大変ながらお待たせいたしました。つわもの戦開始いたします。さあ、本日は、みんなコスプレにつられて深谷のイベントに行ってしまったため、かなり少人数の団員戦となっております。そして今回は完全にリセットしたので、本日ここまで頑張ってものまで上がった人たちだけで始めております。そしてメンバーはペルオバイソン、桜井龍、ブンチンフェイロン、クサチュンリー、クサホンダとなっております。さあ、それではまずは開幕はペルオバイソン対桜井龍。この2人、低団員戦で当たってた時はかなりペルオが勝っていた。まあ当然キャラ差もある。おっと、
ヘッドで削る。今の投げがポイントでしたね。まああれはねしょうがないですね。もう歩いてきたと視認してからだよ、間に合わないので。さあ今日はもう低団員戦があんまり成り立たないぐらい人数が少ないので、さあ桜井ファイヤーからの大ゴスニッタがヘッドで割っている。思い切りがいいトペルゴ、勢いがある。マイソンも勢いがないとね。さあ前に行って、うおこの潮流はできる。ユーランド刺さってしゃがみ10番、今度は投げさせない。さあ桜井龍、前回の団員戦も来てくれて、モノ戦で強者をバッタバッタと投げ倒し、相当な活躍を見せていた。普段はヘイでやっている、ヘイの龍三強らしい。さあクレイジー当たったが竜巻中ボス投げる、ビオラライン勝負。ジャンプ強キック、勝ったの桜井。で、ここに文鎮。さあ2番手出るのは文鎮フェイロン。桜井龍の勝負強さが素晴らしく光った。さあ劣化で飛ばせて支援客、しかし暴れ昇龍食らって画面端が入れ替わる。さあ桜井がやや下がり気味に戦っているが、文鎮苦しそう。ジャンプ強キック、劣化圏を飛ばれる。今の真空も暴れポイントだった。さあ劣化刺さってしまう。いや両者勝負強い。さあ投げて、これは劣化圏、劣化圏ねじめにいく。文鎮ペースアッパー、これ素晴らしい。おーっと裏回りネタを見せる。文鎮やり込んでいる。さあここで最後は草チュンリーですね。草チュンリー本日つわもの昇格の一番早かった人物。前回もですね名称までサクッと上がってその後来なかったですからね。これは表裏、またしても狙ったがフォローがしっかり。おーっと、さあ文鎮が乗り始めたが投げ返す。しかし支援、この暴れ支援がきつい。もう一丁投げ、支援客ネック、劣化真剣ではなく支援客。文鎮が2連勝。ペルゴさあこの2人はどの団単位でも必ず当たる、そうなっている。うわっとすごい当たりが出した。コンボしっかり、あのレバーエレキョキック非常に発生が遅い代わりにちょっと浮いてるので投げ返しに刺さる。そしてその後タチキオパンやしゃがみ中盤でほとんどピオルというかなりヤバい技。相当あのジャンプ攻撃低めで有利取ってから出すことで
投げ返し読みに大変なことになる。うわーで空脚まで当たって投げる。ブンチン3連勝。なんかすごいお礼を言ってるんで毎回ね。桜井龍さあ、文鎮がなんと開幕3連勝で勢いに乗っている。おっと、ごまかした。またしても裏回り出た。危険すぎるところから。そうでなくても火力が高いのに、この裏回りネタはチューチュー劣化剣みたいな感じで入っちゃうので、うまい、これはうまい。桜井龍もちょっと勢いに飲まれているか。田淵さあ一歩前。さあこの安全な新脚ですね、こういうのもなかなかいやらしい。安全な新脚で黙らせて歩き投げが通るでしょうみたいな、そういう流れ。アッパー。さあ露骨に表裏を、ね、狙っていく。ネック、これは歩き支援、お見事、4連勝。なんと文鎮が勢いに乗りまくり、無傷の4連勝。ここでポイントになるであろう。さあチュンリー戦、ネック投げる、カラキャンテンションやっと落ちた。これは投げ、お、いかない。さあこれはゲージが止まって3ヒットだが痛い。タッチキック役率は今レンガージではなかったような気がするが、なんか違うことを狙ったか。さあカラキャンテンションでしっかり落とす。チュンリーは一つ一つの行動をしっかり音がめ読み合いを拒否しながら音がめしないといけない。さあビオラス最後は投げる、止めたのは草チュンリー。うん、ペルオク王国リーチ。さあペルオが最速で降格リーチ。まあ、桜井龍に負け、文鎮フェイルンに負け、ここを落とすと終わりという、まあ、苦しいですね。まあ龍には勝ちたかったというのが本音でしょう。短波で百裂に突っ込むが負ける。ゲージが止まったが、もう虫抜き。さあ今のはクリーチンのリーズ力をしちゃってヘッドが間に合わなかったみたいな感じかもしれない。アクサチュンリーのバイソン戦は基本中足、遠ければ100列で、ゲージが溜まったら、おー歩き弦が刺さって戦列、これは我慢した。さあペルオどうする。この動きはかなり短パンチ重めに溜めている。歩き投げが通り、ペルオ降格。ペルオ7段です。さあここで桜井龍、桜井龍は1勝から2敗マイナス1。マクサチュンリーが、まあ、前回と同じような流れになればそのまま昇格しそうですが、これは入ってしまう。裏剣の代わりが戦列客半分減る、尋常ではないこのキャラ。立ち行き開始。しかし桜井龍もかなりの強者なのは動きを見分かるところ。
さあ踏まない、危ない距離は下がっていく。だがこの動きだとチュンリーにゲージが先に溜まる。両者止まってこっから競技タイム、歩き投げ、これあ前に歩いてチューパンをしてるだけなのに強すぎる。おっと、とがめだ。さあこれは投げる、この野郎。あ、本当、あ、ではもう、あ、いいよ。さあこれで文鎮対草、さあ文鎮ホイホイが始まっている。文鎮ホイホイはうわ、今度はさ、ホエモン話 E クラスになるとこのレッグ客に対して、うわー今の左レッグ客に対してスピニング暴れをしたときに本当に最大が飛んでくるんですが、うわっと、これは通した、投げる、マジか、あー打ち切っちゃった、ちょっと足りてなかった。中足下がりながら飛行剣、これがチュンリーの最強モード。投げるからのレッグ、これは繋がらない、ディレイで転ばして、しかし切り返してくる。さあこの下がっていくチュンリーを追っかけすぎると逆に踏み込み投げを食らうことが多く、文鎮はそれを警戒している。うわーっと、しかし遠すぎだ、草チュンリー4連勝。では桜井龍、これ合格さんですね。さあこの試合で終わってしまうのか、一矢報いるか。さあペルオが落ちてしまったおかげで桜井龍的にはかなりやりやすくはなった、なったんではないか。フェイドンだったら竜でも全然いけますね。うわーでかすぎる、フェール、投げるよね。おっと昇竜、おお繋がって、桜井全然ありそう、真空ガードでもかなりでかいぞ。空達、うわはははなんだ今の、ちょっとミスったか。さあ押し込んだ、こうなるとチュンリーもゲージが溜まってない、飛びが入ってピョラない、危ない、うまい差し返した、そして中ボス入ってでかいぞ。さあうわ真空からの、これは両者勝負どころで何をしてくるか、ゲージをちょっとずつ見つつ、溜まってしまう、波動が当たる、うわー仕込めてない、戦列削り殺せない、踏みつけすかし投げ、草チュンリー4連勝。あ、まだまだ失礼失礼、いい勝負の時はねこうなってしまうんですよ。あーっと始まった始まった、おっとすごいところでベル大ボスアッパーファイヤー、これは死ぬか、さあ波動が当たる、厳しい昇竜が、あ
マジか、運がいいな。桜井流降格、二人になっちゃったね。まあでもどっちか上がるまでやってもいいかな。これはさあ、これで、草チュンリーがモサにリーチですね。いや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 、やってることはめちゃくちゃな感じがするんですが、当たっているので正義です。これがチュンリーのやばいところ。歩き強し、おっとくぐっている。立ち強キック大きい。あの技はイニシエの技。おっと劣化刺さって、カラキャン転生読みで、うわー始まった戦列。うわ下がって気候圏、これ強いぞ強いぞ。もう逆転した。文鎮どうする、飛びが当たらず、モーサーに昇格。どうする、続ける、続けない、続けないらしい。とりあえず、今回収録はモサに昇格までで、で、文鎮フェイロンが強者プラス1。とりあえずストップ。はい。今、6、7段が相当熱いことになってるんで、こっちを見ていきましょう。はい。というわけで、とりあえず配信一旦これストップしましょうか。どうしよう。うん、ストップしとこう。はい。一旦ストップしまーす。ご視聴ありがとうございます。また後でやるかもしれません。その時に告知します。